ホセラファエル・モネオ・バリエスは、スペイン・ラバーラ県・トゥデラ出身の建築家。1996年に、プリツカー賞、2003年に RIBA、ゴールドメダルを受賞するなど、スペインを代表する、建築家として知られる。マドリード工科大学の建築高等技術学校で1961年に、学位を取る。1958年から1961年に、かけて、 マドリードで建築家、フランシスコ・ハビエル・サエンス・デ・ボイサの事務所に勤め、さらに20世紀半ばのスペインを代表する建築家、アレハンドロ・デ・ラ・ソタやデンマークの建築家、ヨーン・ウッツソンに支持し、ウッツソンから北欧建築の影響を受けた。彼は、マドリード、バルセロナなど世界各地で建築を教えたほか、1985年から1990年にかけて、 ハーバード大学大学院の建築デザインコースで、長を務めた。彼は、サラゴサのディエストレ工場、マドリードのバンキンテル本店、ログローニョの市庁者、メリダの国立古代ローマ博物館、マドリードのビジャイルモーサ宮殿を改装した、ティッセンボルネミッサ美術館、同じく、マドリードのアトーチャ駅拡張計画、マヨルカ島のピラール以上アンミロー財団。 セビリアのセビリア空港新ターミナルビル三セバスティアンのクルサール国際会議場、公会堂などを手掛けている。その他、ストックホルム近代美術館、ロサンゼルスの大聖堂、マサチューセッツ州のデイビス美術館、ヒューストン美術館など、スペイン国外でも多数のプロジェクトが完成し、また進行中である。彼は、敷地の歴史や、周囲の文脈を重視し敬意を払いながら、 設計を行っており、ケネス・フランプトンによって批判的地域主義の建築家として取り上げられている。代表作はメリダのローマ時代の遺跡の上に建てられた国立古代ローマ博物館であり、アルバーアールとヨーン・ウッズソン、フランク・ロイド・ライドらの影響を受けながら、現地の伝統や遺跡や街並みの文脈に合わせて建物をローマ時代の様式に合わせたレンガで壁を覆い、 建物の高さも周囲の建物に揃えている。また内部は多数のレンガ張りの内壁によって仕切られ、アーチ型の高い入り口が連続している。地下にあって保存公開されている遺跡とローマ式のアーチ状の内壁は不思議な融合を見せている。こうした建物内部の分節や繰り返しは彼の建築の大きな要素である。特に後茶駅の正方形の天井の面なりや、 セビリア空港のボールと天井の連続は非常にリズミカルである。また天井の各部分からはトップライトも取っているので外観も同じ形の屋根が連続しており独特の印象がある。新建築住宅設計協議などの審査員を歴任している。ありがとうございます。